スタートしました。わずかに好スタート、外15番シグナリング、しかし一戦です。向こう上面先行争いは8番のサイモン・ミラベル、わずかに先頭ですが、1番キョウア・ヒラリー、さらにはラピッドライズ、そして外12番のイーデメモリーと前が4頭、あとは鈴鹿グラーテ、シグナリング、内に5番のトップライセンス、3コーナーへ向かって800を通過、中段に内2番、スリーチアサウス追走していきます。あとはエイシンムー、僕のナオミ、テンプルツリー、内が6番、ウィングフリオーソ、3コーナーをカーブ、そして9番、ミスユー追走しまして、後方から2番手にスッチェッソ、最後方7番ペイシャスナッチ、前は3、4コーナー中間を通過、先頭わずかに3番ラピッドライズ、4コーナーを迎えます。そして外には8番サイモン・ミラベル、さらには7枠の2頭、鈴鹿グラーテ、イーデメモリー、横に広がって今直線コースに向かいました。あとは大外から追い込んでくる5番トップライセンスの体勢です。さあ前4頭広がっている、わずかに先頭は7枠の2頭、鈴鹿グラーテ、イーデメモリー、そして外から追い込んでくるのは5番トップライセンス、さらには今日はヒラリーも追い込んでくるが、外から5番のトップライセンスが抜けて今ゴール。2番手は鈴鹿グラーテか、その外に1番、今日はヒラリー。